ただでさえない脳みそを絞り出しているしょっちゃんです。イエーイ。もうね、頭振っても音鳴りませんよ。それぐらい空っぽになっちゃってるんだけど、なんでそうなってるかっていうとね、悩み事があるから、そして悩んでいるから、考えているからなのです。イエーイ。そこのあなた、どこかから声が聞こえるんですが、そこのあなた、後ろにいる私にも気づかないなんて、どんなおまぬけさんでしょうか。この人は一体、いや、ロボか。私はガラ、まずい、このままじゃまた消される。私はピーコです。ピーコさん、あのご意見番のファッション好きなピーコさん。この人は一体何を言っているんだか。違う、あのピーコさんじゃない。おすぎとピーコさんのピーコさんじゃない。違いますよ、もうどなたと勘違いしているんですか。そうそう、申し訳ありません。あなた悩みを抱えているようですね。そうなんです、悩みを抱えて。えっ、もしかしてその頭、ピ、バレるか。占い師ですか。ピピ、なぜそれを。だってその頭、水晶玉でしょ。この人本当にバカですね。水晶玉ですよ。そうです、そうです。さあ悩みを言いなさい。私 YouTube というものをやっておりまして、はい、とある事情があって、今まで繁盛していたチャンネルからしょっちゃんが大人向けチャンネルにして引き継いだんですけど、はい、そこから全然ダメなんです。なるほど、どのようにダメなのでしょうか。まずはチャンネル登録数が毎月100人単位で減り続けています。ピッピピピピ、それは大変なこと。視聴回数はどうですか。基本3桁よくて1000、2000いくとか、そういう感じなんです。あー、それはダメですね。ダメ、やっぱりダメ。はい、もうやめた方がいいです。やめた方がいい。そうですね、昔の人たちに引き継いだ方がいいんじゃないですか。昔の方が再生されていたし、昔の方がチャンネル登録増えていたし、昔の方がチャンネル登録あったんでしょ。そうですが、ですが今さら引くに引けない。じゃあ頑張りなさいな。しかしどのように頑張ればいいか。悩みなさい、とことん悩みなさい。悩んでも悩んでもダメなんです。一体どうすればよいのでしょうか。あなた今日お昼何食べました。汁なし担々麺です。その汁なし担々麺食べるのに悩みましたか。そうでもないです。でしょう。そしてその汁なし担々麺、もしかして辛さ調節できるやつなんじゃないですか。えっ、この人投資もできるのか。そうです、辛さを調節できるやつです。その辛さ調節してみましたか。しました。悩まずにどんどん辛くしたでしょう。えっ、その通りです。この人は偉大だ。なら悩んでいるということは何か自分に嘘をついているのではないでしょうか。例えばピピピピピピ、あの先生大丈夫ですか。おお、これは一体どういうことだ。もしかしてなんか霊をこの体に落とすっていうのか、なんて言うんでしょうか、呼び寄せるとかそういうやつでしょうか。先生、占い師の先生。しょっちゃん何やって。あ、カッパ君大変です。占い師の先生が倒れたんです。この人は多分寝てるんだと思うよ。え、寝てるんですか。うん、多分、だって静かだし。おーい、ほら起きないでしょ。あ、なるほど、寝てるのか。そうかそうか。うん、大丈夫だからしょっちゃん帰っていいと思うよ。そうですか、じゃあ帰ります。うん、さっきまで何か悩んでいたような気がするんですけど、ぶっ飛んでしまいました。ああ、お家に帰ってもう一回悩んでなよ。そうですね、うん、なんか変な感じするけど。じゃあねしょっちゃん。あー、いたいた。へえ、ちょっとこれってが、ダメだ、言っちゃダメだ、子供向けになる。おーい、あ、ちょっとこうピン入れるね。おーい、ガラッポー、おーい、あ、わかった、これ水だ、水。よいしょ、背中のタンクにお水を、オッケーっと、これでいいでしょう。よいしょ、あー、大丈夫かな。ピッ、ピピッ、ピピピピ。お、起きた。ねえ、ガラッピピ、その名前は。大丈夫、編集でピーって入れてるから。よかったです。私ピーコという名前でこれからやっていくことに決めましたから。あ、そうなんだ。あー、ピーコ久しぶりだね。元気だった。元気も何もありませんよ。私が出なくなってから完全に電源切られてましたからね。そうなんだ。
ねねちゃんは見かけた？いいえ、見ておりません。ねねちゃんのお家もありません。だよね、僕もびっくりしちゃって。ビビ、いやいや、それにしてもなんか面白い見た目になっておりますね。さっきのなんかいいいい言ったやつと同じ顔してる。そうなの、あれね、ショッカー戦闘員骨のショッちゃんっていうんだ。で、僕もね、同じ見た目して今ね、やってるの。そうですか、すっかりチャンネル登録者数も減ってしまって。そうなんだよね、みんなにはね、チャンネル登録者数見えないになってるけど、めっちゃ減ってるの。あー、久しぶり、会いたかった。私もですよ。っていうか、久しぶりな感じはしないんですけどね、電源切れていたんで。ただ、時刻設定などは自動で行えますので、電源が入った時点でかなりの月日が経っているということは把握しました。そうなんだよね。あー、ってことはこれから一緒に遊んだりできるかな。はい、ただし何か大きな行動をしてしまうと、私が目覚めたことバレてしまう可能性がありますので、最初のうちはしばらく様子見しますがね。はあ、その方がいいね。ふう、疲れた疲れた。びっくりした、さっきしょっちゃんとさ、ピーコ一緒にいるからどうなってんだろうと思ったよ。ビビ、久しぶりに稼働したので水の消費が激しかったようですね。はあ、しばらく落ち着くまで一緒に暮らしょか。よろしくお願いいたします。水の補充もよろしくお願いいたします。あ、わかったよ。よし、じゃあ一旦この辺で動画締めようか。ビビ、動画ですか？これ撮影してるんですか？私目覚めたのバレるじゃないですか。あ、本当だ。でももう遅い。ビビ